田崎史郎です。自民党安倍の利益に誘導する発言を10年間近くやってきました。こんな人生のはずじゃなかったんですが、ふふふふふふ。いろいろ儲かるんです。自民党系の講演会もやります。安倍口利きでテレビにもずっと出ていて、ずいぶん収入になるんです。内閣機密費をもらっているんだろうとよく言われます。内閣機密費って田原総一郎さんが断ったやつです。ちょっと安倍政治を語ります。検察をうまく使っているんです。だから安倍は森友の国有地不正贈与も家計の不正補助金も赤木さんが実施する原因の公文書捏造の強制もみんな無罪だったんです。ね、すごいでしょ？なんかテレビに出て田崎史郎さんっておっしゃるんでしょうか、このスシローさんって方は。僕は一回もお話したことないんで存じ上げないんですけど、 Nキャスに田崎さんが出ておられて、とんでもないことを得意げにお話になってたと。こういう時には官邸が法務省と内々打ち合わせをして、この辺でねという手打ちが行われるものだが、安倍政権の時と違い岸田さんはそれを一切やっていないと。だから、特捜部の情報が全く取れてないと。だから安倍派が混乱してるとおっしゃったらしいんですね。いやー、驚きますね。すごい証言者が出てきたもんですね。田崎さんっておっしゃるらしいんですけど、よくテレビに出ておられる方なんでしょうか。どんなに正直な方かと思いますね。で、しかもそうやって政権と検察とかやり取りをし、介入してきたことを、まあ、堂々と安倍内閣ではやっていたということのようですね。まあ、ついにネトウヨから東京地検特捜部までもがですね、反日組織と言われるようになったみたいですね。だからもう本当はですね、皆さん、お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、お化けの友達連れて歩いたら、そこら中の人がびっくりするだろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、お化けの国ではお化けだらけだってさ。そんな話聞いてお風呂に入ろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。